社長準備よろしいですか。準備なんか全然いいわけないじゃないですか。はい、それでは行きたいと思います。どうぞ。うわ、寒いな。あれあれおかしいな、なんかしびれてきちゃう。あ、いってってて、つけびした。足超しびれた。あ、ダメだこの感情、すっげえ急に。あれおかしいぞ、足もしびれてるけど急に胸が痒い。やっべ、ほらほんと痒い。いてててて、血出ちゃう血出ちゃう。あぶねえ、うん。はい、一ついいですか。あ、どうぞ岡本さん。社長だから許される社長のずるさが今あった気がするんですけど。そうですね。社長が。あれ、シレッとしてます。ずるいですよ社長は。じゃあ次の映像お願いいたします。では行きます。これ行きますよ。あれ、あ、鏡これ、あ、あれ俺かっこよくねこれ。マジうっけめ、うん。ね、素晴らしいです、ね。これですよ。ですね、もう勝手にストーリーを膨らませるしか。いやいいですよ。イケメンでした。社長鹿。なんで鹿。はい、じゃあお願いします。社長の得意の鹿で VTR。さすがです。どうぞ。あのさ、さっき食べたやつさ。奥歯にさ、挟まってる。俺、何食べたっけ。ん、俺、ちょっと待って、これ難しい。もにゃもにゃ、あれ、ちょっと待ってください。社長、社長、あれどう考えても岡本のパクリですよね。アプローチとしてはもう重ねたっていう。あ、なるほどね、さすが天丼ってやつです ね、 いいね。もう俺、二度とやりたくないよ、これ行きませんよね、これ行きますか。じゃあお願いいたします、はい、それでは VTR スタート。もうこんなに散らかしても、いやいや違うって、本当にあんた、いやいや本当にだらしないから、もう早く綺麗にしろって言っての。汚いよ、汚れただけだお前。違うか、あ、喧嘩してる。なんでこうなってんの。あ、すぐ洗ってやるの。舐めるなよ。これ社長、私早退していいですか。次行こう、ちょっとぐらい。次の、じゃあ VTR スタート。冬場のリスは常にこのように自分の生活をする場所を作るために、一生懸命平らな地面を作ろうとする。この作業は一日中行われ、決して手を休めることはない。一度終わったと思ってもすぐにまた作業を始める。確かに。なるほどね。声優業。声優業。そうです。声優ならではですよね。そういうことです。ナレーション、ね、発想の転換です。じゃあちょっと VTR お願いします。これさえ、これさえ食べれば俺は変身できる。神になるんだ。はんはんはん、お、来た、これは変身の兆しが来る。うん、ここだ。まだこれから行くぞ。俺は立派な羊、俺は声優王になる。キラキラガールズたち。いや、星が輝くのはなんでかな。そう、太陽があるから。僕は君の太陽になりたい、一生ね。素晴らしい。なるほど、なるほどね、大切ね。